こう、松井監督のあの、何か参考にするようなこと、はい。やっぱありました。いや、あの、ちっちゃい頃めちゃくちゃ憧れてて、ピンクの手袋に黄色のバットで、金髪の髪が出てて、めちゃめちゃ憧れてたんですけど。金髪ですよ。いや、中学校、高校、大学って大きくなるにつれて、目指す選手がちょっと間違えたなって。身体能力が違いすぎて、同じプレーしようと思ってもできなくて、そこからちょっと、参考にする選手が変わっていく。え、じゃあ、参考したら誰ですか？